これからコートに向かうんですけど、ようやく車ゲットしました。なので行動範囲がめちゃくちゃ広がりました。今までまこっちゃんありがとう。はい、到着しました。今からワークアウト行ってきます。チャオ。はい、今練習終わりました。ワークアウト終わりました。これから社長が飯を連れてってくれるっていうことなので、岡山名物ベビ飯に行きたいと思います。まこっちゃんについてきます。いや、今日断念っていう、わかるか、これが YouTuber。 あー言われた。初めてちゃうやろ絶対。いや、岡山のびっくりドンキ初めてっすよ。はい、今お昼びっくりドンキ食べました。今から温泉に向かいます。はい、今お風呂上がって、これから食料の買い出し行ってきます。じゃあまた後で。トライフープのライブがあります。待機中です。この後皆さん楽しんでください。見てない人はライブ概要欄で貼っとくので、ぜひチェックを。
ザー選手ですね。どうもこんばんは。こんばんは。聞こえますか？声がミュートになっていない、いる。ちょっと喋ってみて。ああ聞こえます。 ありがとうございます。はい、はい、あの本番中なのにマイクテストをするからすいません。ならではの、はい、ポイントガードでございます。最後に坂立つの宣伝とかしてもいいですか？あの僕もあの YouTube やってるので、坂立つ TV と調べていただいたら多分こんな顔が出てくるのであのチャンネル登録していただけると嬉しいです。もちろんトライフープもお願いします。はい、ありがとうございます。僕らの、チャンネル登録もぜひぜひ皆さんしていただいて、坂立つ TV が僕らのチャンネル登録数を超えた際にはクラブの権限で坂立つ TV は A さんということになりますのでトライフープチャンネルのチャンネル登録数もぜひぜひファンの皆様で伸ばしてください。坂立つ TV の存続のためにもよろしくお願いします。はい、ということで今日はありがとうございました。また投稿をお願いいたします。はい、はい、ありがとうございました。はい、でもチェットしていただいて構わないです。はい、失礼します。はい、ズームの、トライフープの以上でトライフープの YouTube ライブでした。20分ってあっという間ですね。めちゃくちゃ喋りやすかったです。やっぱうまいなぁ、ひろきさん、お話引き出すのが。ありがとうございました。あとは YouTube の編集します。チャオ。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは次回の動画で。チャオ。